Fukushima.net Board。
ございます。始まりの桜という曲でした。今から2年前ぐらいに作った曲になります。今日はですね、オリジナルの曲をちょっと多めに演奏していきたいなと思ってきました。ちょっと雨もね、なんか降りそうで、もうなんとか持ってくれそうなので、落ちそう、落ちそうですよね。降りそうで降らない。そうですね。落ちそうで落ちない傘。ああ、わかります。わかんないです。わかんないでしょ。わかる人。わかんない。落ちそうで落ちない傘っていう。あの札幌オリンピックでスキージャンプで金メダル取った。はい。ああ、葛西選手。葛西選手。すいませんでした。さすが、マニアックな勉強になりますよね。はい、ちょっと今日はこういう勉強になることもちょいちょい入れていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。続いてはですね、私が作詞作曲しました、新曲になりますが、Wiz という曲を演奏したいと思います。こう前向きに、離れていても、今を、大切にしながら生きていこうねっていう感じのことを歌にしました。聴いてください。Thank you.
今日はですね、ボンガーズの皆さんも来ていて、私お笑い大好きなので笑いをこらえるのがすごく今日必死なんですけれどもね、今日柳井正二さんが出るんですよ、出るんですね、後からね。で、その正二さんって言ったらいいのかな。ね、正二さんの、お誕生会は毎年、ものすごいね、某伊達郡の町におきまして、すごいお祭りが行われるということで、私実はまだ行けてないんですよね。ちょうど毎年お忙しくて、でも来年はぜひ行きたいなと思ってるんですけども、はい、今日は本当朝からこう楽しい、ね、雰囲気で進んでいましたね。はい、ちょっと今日オリジナルの曲を持っていこうということで持ってきたんですが、続いても、うちのリーダーリンゼンがですね作った曲で、一級入魂という曲、今日は大変気合が入ってますよね。先生、上に来ているね。じゃあまず曲の紹介をして、ね、はい、次の曲は一級入魂っていう曲で、野球がすごく大好きな農家ですね、農業を営んでる親子 の、 情景をちょっと歌にして、見た曲なんですが、でこの前いわきでライブがあった時に、みやちゃんとね、あと今日はちょっと都合で来れなかったんですけど、花本やってる西くんという2人はこの曲のためにですね、このユニフォームをね、着て歌ってたんですけど、私はその時たまたまちょっと忘れちゃったというかですね、で別に今日来てこなくてもよかったんですけども、昨日ですね、楽天と西武戦をテレビで見ててですね、すごくこう8回の裏に大逆転して勝ったわけなんですけども、それを見てですね、今日やっぱりこれを着ていかないわけにいかないっていう、どういうわけかね、そういう心境に駆られました。私すぐ分かりました、ね、まあそんなのもありまして、今日はユニフォームを着て、で一級入魂の、今からやる曲の一級入魂の魂っていうのは魂じゃなくてですね、あえて農業を営む親子ということで、根っこという字をちょっと当てはめてみたわけです。その曲をちょっとやってみたいと思います。Bye.
神よ。お父さんもね入ってる曲なんですよね。そうなんです。あの前に演奏した時にこの歌の良さをちゃんと伝えないとダメだよって言われたんですけど、ね、歌えば伝わるとは思うんですけれども、あのちょっと私何回聴いてもこれ好きな曲なんです。だから野球が勝った時だけユニフォームを着ずにで毎回ユニフォーム着てあの歌ってほしいと思う。今日気合がなんか違うんですよね。はい、それではですね、時間はあるんですよね、ちょっとね、オリジナルは最後の曲になります。で、去年もですね、実はあの音楽祭で、今日去年はそちらにねあのステージが立ってたんですけども、八木沼さんが司会をずっとしてくれて、ね、第1回目ということでとても盛り上がったんですけど、今年もあのね大内さんをはじめあの懐かしい顔ぶれにお会いできて嬉しかったですね、とてもね。で、去年もその時に歌わせてもらったんですが、ちょっと私が生まれが猪苗代湖のある、郡山市湖南町というところで生まれて、ちょっとねなんかこうふるさとを思えるような曲というか、ちょっと林前さんにお願いしたらばあのこういう曲を作ってくださったので。ちょっと歌ってみたいと思いますが、CD をしてもいいでしょうかね。あの先ほどね、エミさんもあのちょっとあ、ね、素敵な曲でね、あの去年はね、2人で出られてね、今年弾き語りで実は曲たくさんあるんだということで、さっき私袖で聴いててすごくジーンときて、なんかオリジナルの良さっていうのがねやっぱありますよね。で、ちゃんとね CD の宣伝されてて、あ、やっぱすごいなと思って、私たちも実は今年の1月にですね、3曲入りではあるんですけれども、はい、あの CD を出させてもらいました。で、あの一応今日もね持ってきてはあるんですけれども、ファーストという、CD の名前になります。その中に入ってます調べという曲を演奏したいと思います。集めて夢が風に
ていただけると本当に嬉しくてですね、なかなかこうやってコンサートをするっていうことなかなか難しいですからね、本当に皆さん今日は温かい拍手と笑顔ありがとうございます。それではここでメンバー紹介をしたいと思います。ちょっと今日は質問をしてみたいと思います。じゃあ今日は皆さん向かって、左側からいきます。郡山に戻ってきたんですか？まだですか？はい、はい、今ちょっと埼玉に出陣してですね、ふるさと郡山に今戻ってきているところなんですけれども、2回目の引っ越しが終わったとこ、はい、なんかね、電話したらこの間も移動中ですってちゃんとメールをくれて、すごく優しい郡山のイケメンベーシスト川上武史と申します。よろしくお願いします。超忙しい人なんですけれども、趣味は何ですか？趣味今アメリカンフットボールだそうです。やってるんじゃない？見る方、ね、観戦。やっぱりちょっとマイク必要ですね、今度ね。このパターンでいこうかな。はい、あ、来てます。どこですか？ボルチモアレイブンっていう2連勝中だそうです。はい、ね、そんなアメフト好きな川上武史です。よろしくお願いします。はい、そして、皆さんから向かって一番右側ですね、ギター、ボーカル、ハーモニー、ハーモニカ、口笛、作詞作曲、他もろもろ、リンゼンです。よろしくお願いします。趣味何だと思いますか、皆さん？もうあんま時間もない。趣味は何ですか？いや、野球観戦ですか？やる方は？やる方は、まあ、昔野球、野球大好きです、はい、控えめなリンゼンさんでした。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そして、私ピアノ弾き語り宮と申します。今日はありがとうございました。自分で振っといて、あ、自分も趣味を言わなきゃって今思ったんですけれども、私はずっと音楽ばっかりやってきてですね、最近ちょっとなんか変えなきゃなって、変えなきゃなじゃないんですけど、他になんかないかな、唯一ちょっとバイクに乗れるので、しばらくも乗ってないので、だんだん余生はバイクを乗って過ごしたいなと思って。 250cc です。大型はないです。大型乗り回しちゃうとね、家に戻ってこなくなりそうなので撮りませんでした、はい、ということで、ミアウィズリンゼンバンドでした。皆さんありがとうございました。最後に、ジュジュさんの優しさで溢れるようにという曲をカバーして終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、もう一回いきます。どうですか？
がとうございました。